常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さんね、チャンネル登録、それからね、面白かったら、ぜひですね、いいねボタンね、さらにはですね、コメント欄にぜひ感想などお書きいただければと思うんですが、いやね、アメリカの景気がいいみたいなんですよ。びっくりですよね。なんかね、小売売上高、全米小売売上高、ちょっと下かみそうですけど、なんと3月が 9.8% 増ということで、過去2番目、ね、史上2番目の伸びということで、もうこれびっくりですね。しかもこれ前月比よ。前月比 9.8% 増で、前年同月比だとね、なんと 28% も増ということで、おお、これアメリカ経済回復本物かという感じになっております。でね、細かくはね、これ日経新聞に記事があるんですけれども、あの市場予測はね、実はね 6.1% だったんですよ。だから市場予測の 1.5 倍ぐらい、めちゃめちゃ調子良かったということです。で、ね、特にね、増加率が大きかったのは自動車と関連部品、ガソリンスタンド、医療雑貨、飲食店やバー、要はですね、コロナ禍でなかなかちょっとこう、なんていうの、できなかったことね。そういうほら、雑貨買いに行ったりとかできないじゃん。とか飲食店とかも行けなかったですよね。で、そういうやつが調子いいと。で、ネット通販はですね、逆にコロナ禍で調子良すぎたんで、6% の伸びにとどまったんですが、でもそれでも 6% 伸びてるんですよ。全部が伸びてて、で、一部が、ダメだったとかね、ドカーンと言ってるという感じなんですね。これね、1992年までこれ遡れるらしいんですけど、ここまで行ったのはですね、史上2番目ということで、これは大変なことが起こってるんじゃないかというふうに思いました。あとね、レストラン、レストランのですね、稼働もですね、コロナ中のですね、一番やばかった時っていうのは、本当ね、7割減とか、8割減とかそういう感じだったんですが、今ね、大体マイナス 5%、95% ぐらいまでもう戻ってきてるらしいんですよね。で、さらに言うとですね、飛行機ね、飛行機はね、確かね、一番ひどい時ってマイナス 96% だったんですが、今ね、マイナス 30% ぐらいまで回復しているそうです。アメリカ景気ね、結構本物かということで、これを受けてですね、アメリカの株式市場ね、めちゃめちゃ盛り上がっておりまして、なんとニューヨークダウがですね、$34,000台、ね、そしてナスダックが$14,000台ということで、素晴らしいね、これね。もうなんかやる気が出てくる感じで、あとね、さらに言うと、飲食店が今調子よくなってきてるので、レストランのですね、そういうウェイターとかね、料理人とか、まあ、お掃除する人とか、そういう雇用がものすごい増えてるみたいで、アメリカの雇用はですね、めっちゃ強いです。前回情報修正されたね、雇用統計に、の後ね、さらにね、19万人ぐらい失業の申請が減ったというですね、こういうニュースもキャッチしております。ということでね、やっぱね、景気がね、こんなにね、どんどん良くなってくるとね、やっぱアメリカ、経済成長すげえんじゃないかなと思うんですよね。 FRB の予想によるとね、今年のアメリカの経済成長率はなんとですよ、実質経済成長率で 6.5% ということで、もう新興国並みの成長をするんじゃないかというふうに言われております。まあ、これはやっぱ本物だよな。多分本物。でね、翻ってチャイナはですね、まあ一応前年同月比はね、結構上がってたんですよ。何パーセントだっけな。日経新聞にあったんですけどね。チャイナはですね、前年同月比で確かね、18% 増かな。なんかすごい上がってたんですけど、前期比でね、確かね、0.6% ぐらいしか上がってなくて、だいぶ失速をしているようです。で、なんかね、公共投資は相変わらずなんですけど、まあ、民間の消費があんまり盛り上がってない。失業が多いとな、やっぱ厳しいよね。まあ、ある証券会社のね、消されたレポートによれば、失業率は 20% いってるんじゃないかと。2億人ぐらい失業してるんじゃないかとか言われていてね。まあ、情報を相変わらず公開しないチャイナなんで、ちょっと厳しいかなと。まあ、6% 成長するとは言ってますが、アメリカがね、6.5%、下手すと 7% 成長しちゃったら、もともとアメリカの方がでかいですから、経済がね。ね、ってことはアメリカの、同じ成長率だったらアメリカの経済のパイの大きくなり方の方が、まあ、1.3 倍とか 1.4 倍ぐらいなんですよ。そうすると世界経済を再びアメリカが主導するというですね、あの古き良き時代に戻るかもしれないと、いうことで、まあ、かつてね、昭和の頃ね、アメリカがくしゃみをすれば日本が風邪ひくと、いうふうに言われていたんですが、まあ、こんなにね、アメリカが絶好調だとね、日本も絶好調までいかないでも好調ぐらい行ってくれるかなと思ってね、今日の株価見てたんですけど、日経平均はそんなにちょっとまだ盛り上がってないんだよな。やっぱこれはね、何かがやっぱり足らないんだな。多分何が足らない。まあ、それはおそらくね、もう一段の景気刺激。ね。あとね、まあなんて言うんでしょうね、緊縮派の皆さんね、増税言ってますから、こいつらがやっぱ黙らないとどうにもなんないかなと思います。まあとはいえですよ、ね、方向的にはとてもいい方向です。はい、とてもいい方向でね、日本経済はね、おそらくまあアメリカ上がるし、で日本、日銀も金融緩和してるし、
ね、政府も前に比べればだいぶ緩和的なね、姿勢やってますよね。財政拡張やってますよね。前に比べればもうとんでもない金額の拡張やってますから、まあ、そういう点ではね、日本もいずれ火ついてくるでしょう。でね、そう、アメリカの、ね、最大のポイントはですね、やっぱワクチンです。ワクチンが普及するに従って経済活動が元に戻って、そして爆上げっていう展開ですので、まあ、日本もちょっと遅れてますけど、まあつったってさ半年だよ、ね、この半年でね、多分ね、まあこのね夏にかけてガーッとこう上がっていくんじゃないかなと思うんですけどね、上がればいいかなとね、まあ僕の願望も含まれてますけどね、まあ、ただね、あの景気が良くなってくるとね、一個ちょっとね問題があるんですよね。エアコン汚れてくるんだよな。うん、やっぱ掃除しといた方がいいと思うんだよね。うん、汚れる前に、あの汚れに汚れ重なってくるともう大変だから、匂いとかも変になるしね、カビちゃうしね、早めに掃除しといた方がいいと思うんですけど、エアコン掃除といえばですよ、エアコン掃除といえば暮らしのマーケットね。エアコン掃除といえば暮らしのマーケットでしょ、ね、皆さん知ってますよね。ね、今日暮らしのマーケットさんにね頼んでね、エアコン掃除やっていただいております。うちの事務所のエアコン2台あるんですけどね、両方とも今すごい綺麗になったんですが、なんとですね、こっちがね会議室にあるのエアコン、どんな感じですか、どんなんでした、あ、それ見せてください、よかったら。はい、このね、ドレンパンが、うわ、こんなにカビ出た、こんなカビ出た、これ知らないでエアコンつけて息吸ってたよ俺も、これこれやばいよこれ、ね、流行り病以前の問題でも肺の中カビ生えるよこんなやったら、マジでね、綺麗にしときましょうよ、ね、混んじゃう前にさ、うん、これ綺麗にしとかないと、景気が良くなるとほらもうみんなねエアコンガンガン入れ始めますんでね、景気が良くなってエアコンガンガン入れ始める前に ね去年の夏も暑かったでしょ、今年の夏も分かんないんで、ぜひねエアコンの掃除をしておいていただきたいと思います。ただね、エアコン掃除ね、暑くなってからねやり始めるやつがいるんですよ。で、ね、もうそういう時はねもうねパンパンに混んじゃうわけ、混んじゃうので、まあゴールデンウィーク明けぐらいからね早めに頼んどいた方がいいんじゃねえかなと思うんですよね。もううちはもうこのね4月の半ばでもう完璧にしますので、この夏はね、エアコン綺麗な空気を吸ってですね夏もね乗り切れるんじゃないかなというふうに思ってますのでね、ぜひねエアコン掃除のご用命はね、暮らしのマーケットこちらにご用意いただければね、インターネットで暮らしのマーケットで検索してください。あとね、暮らしのマーケットはエアコン掃除だけじゃなくてね、あれです、不要品のお片付けとかね、まあ事務所やってる人とかはこうお引越しのね、あの時に出る不要品ね、いろいろ持ってるの大変ですけども、まあそういうのもねやってくれたりとか、まあいろんなですね、こういうサービスですね、駅務に関わるいろんなサービスをですねマーケット的に提供して、いろんな業者ね同時見積もりしてというふうにやっているですね、大変便利なサイトで、私実はプライベートでも使ってるんです。はい、プライベートでもですね、使ってまして、でっかい家具のですね、片付け、家をちょっと、リニューアルというかね、家具の リニューアルした時に、家電リサイクルでもないのに家具片付けないのにどうしようかなっていう時にここ実は探して、やってもらったりとかですね、まあ、もちろんエアコン掃除、あと台所のお掃除ね、こういうのもねやってもらえるので、まあ、ぜひですね皆さん、本格的な夏のシーズンを迎える前にね、エアコンをきれいにしてですね、きれいな空気で過ごしていただきたいなというふうに思います。はい、ということで種明かしですが案件動画でした。はい、ということで皆様、今日の内容面白いなと思った人はですね、ぜひ高評価のボタンとね、それからチャンネル登録お願いします。それからエアコン清掃やんなきゃと思った人はですね、暮らしのマーケットの URL 下のね概要欄に貼っておきますので、ポチッとクリックしてですねエアコン清掃をぜひ、やってください。綺麗な空気でね、ガンガンやっぱ換気しないとダメね、夏暑いけどね、窓開けると暑いでしょ、換気しなきゃいけない、だからやっぱエアコンで換気ってことになるとね、やっぱエアコンの使用頻度上がりますから、使う前にきれいにしておくね、汚れがたまる前にきれいにしておくと。私もあんなカビたやつの空気知らないで吸ってましたから、驚きですよバカって外すとね。はい、なのでぜひね、この、暖かくなる、暑くなる前にね、やっとくのがいいかなと。まあ6月とかになると混んじゃうんでね、5月中に、まあ、連休明け、まあ、もしくは連休前にはもう頼んで、連休明けには作業してもらうぐらいの感じがいいかなというふうに思っております。はい、ということで、今日のですね内容についての感想、そしてですね俺のこのファッションモンスターこのファッションモンスターについての感想をですね、よかったら、コメント欄に書いてください。ガー